こんばんは、埼玉西武ライオンズ対東京ヤクルトスワローズ。今日のゲームの先発ピッチャー渡辺、スワローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。2点差のまま3回に入っています。3回の表、スワローズの攻撃。この回から打順は帰ってトップから2巡目ということになります。野村、3回の表ノーアウトです。この打球は大きいぞ。行ったか、これは行ったぞ。入りました、ホームラン。ホームランです。ホームラン、神宮球場、一瞬のうちにレフトスタンドに吸い込まれました。3回表ホームランを放ちました。早くもリードを広げていきます。今ホームインしました、3対0。そして団員の祝福を受けます。追加点が入ります。その差は3点になりました。1回の表スワローズの攻撃、バッター野村、右打席に入っています。さあスワローズ、今日はどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。今日の第1球、ストレート、右へ。これは右中間への打球、落ちるか、どうだどうだ、追っていく追っていく、右中間を破ります。長打コースになる。ヘッドバッターは一塁を蹴った。ボールを繋いでいく、ツーベースヒット。2本のゲーム、今ホームイン、1対0。